はい、ゆいのややさん、おはようございます。カブさん、ベラルーシで拘束された、えー、日本人男性は、えー、軍事施設とか鉄道インフラとかを撮影していたとかで拘束されたみたいですよ。えー、趣味なのかわかんないですけど、危険ですね、えー。スパイとして起訴されたらしいです。なるほど。ということは、この方は一般人ということなんですかねそれとも日本 が手配したスパイなのか、何だろううん。この後どうなっていくのかうん。カブさん、日本も朝と夜はだいぶ、えー、涼しい感じになりましたよ。朝が明るくなるのも遅くなったし、夜は暗くなるのが早くなりましたね。ゴキの歴史は人間よりもずっと大先輩みたいですね。あとまた台風ができたみたいですよ。 でも、日本には来、えー、なさそうですね。えー、日本は、えー、台風の名前の候補は星座から取っている人です。あ、なるほど。ってことはヤギ。だからヤギなんですね。ねこの前の台風の名前。確かに。うん。はい。そして、レモンミカンさん、株価、おはようございます。トヨタと BMW が共同で、えー、水素燃料電池車を 開発すす。るそうです、えー、社長同士が握手していました。2028年に、えー、量産体制にする予定みたいです。とにかく水素燃料電池車を出発させる、えー、トヨタの重い希望でもあったかと思っあったか良かったですということですね。これは楽しみですね、確かに。うん、はい、そして株君、かぶ 小泉慎二郎さんが YouTube を開設したらしいです。なるほどですね。えー、小泉公文の大霧祭りになってるみたい。えー、小泉慎二郎さんの周りには3人くらい SP がピタッとついてましたと。なるほど。小泉さん、どうなっていくんでしょうかね。人気があるのかなちょっとわかりませんね。うん。はい。ということみたいです。